はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さて今回はリクエストでございます。はい、バトルの方でやるしかないですね。バトルでインドミナスレックスとアンキロドカスとクーラサウルスを使って対戦してほしいといったものでございます。前回もね、なんかアンキロドカスを入れてなんかバトルをしてほしいっていうね、リクエストをいただいたんですが、その時はちょっとなんかここのね、このアイコンのところ、ここをなんかこうスライドさせていってたら、まあ普通に見逃してたみたいでなんか普通にアンキロドカス消えたんだなみたいなことを言ってて、ちょっと申し訳なかったですけど、アンキロドカスいますね、僕ね。うん、まずクーラサウルスとアンキロドカスってどの辺にいるんだろう。あ、ここですね。アンキロドカスいましたね。はい、アンキロドカスでインドミナスレックスですね。はい、帝王、まあ、これ強いですよね。クーラサウルスは本当に全盛期というか、最初の頃は本当にインドミナスにも有利を取れたっていうね、唯一のめちゃくちゃ強い両精霊だったですよね。はい、ということでとりあえずこんな感じでまず行ってみましょうか。はい、さて相手はどんな感じで、おっ、クーラサウルス全部両セールじゃねえか。オスタポサウルス、こりゃきついな。おお、これはまた結構なパーティーですな。ガードを固めますかね。2ガードしていた。さて2からの何も来なかったか。2ポイント貯めてるね。1ポイントか。よし、ここで4マックス来れば来ないか。ここ来ないってなると、もう、かけるしかないな。マックスアタック。おっと、4ガードしている。これはちょっと意外だったな。ここで4ガード。マジか。痛いな。これは痛いな。2アタック。で、アンキロドカス。でかいね。まあ、アンキロドカスね、これすごいね。トゲがでかい。トゲもでかいっていうね。さあ、これで、あ、ガードしてたか。そうか。倒せたかなと思ったんだけど。これは非常にきついですね。これも2アタックで沈められる。そしてインディマス出てくるけど、全キャラに不利っていうね。これはちょっと勝ち目がないね。こっから3体両生類倒すのはちょっと無理がある。ここでもう終わりかな。5アタック。クーラサウルスを見るの懐かしいですね。さあ、というわけでモッド対戦の方をやっていきたいと思います。モッド対戦の方でコブですね。コブを使ってくれたら嬉しい
と言った、まあ、コメントでしたので、コブを使ってね、こうバフをかけていきたいと思います。初っ端インドミナス入れていきますかね。クーラサウルスはね、もうちょっと世代交代しちゃった。ゴルゴスクスがね、ずっと最強の座に君臨してるんでね、両生類。はい。で、はい。アンキロドカスですね。で、コブですね。コブ。コブ3枚積み。はい。こんな感じで、行ってみましょう。まあ、モド対戦であれば、まあ、かなりの確率で勝てるんですけどね。クーラサウルスの一回進化とか来たぞ。珍しいな。さあ、ウィーンと上げていく。うん。お、向こうもコブ。一つ持ってた。さて、これはまず1アタックでは倒せないんで、体力が1万6000とかね。インドミナス、これが本来のインドミナスだろうみたいなところはありますね。恐竜包帯、まさかの体力でおじけづいたかな。これでいけるかな。よし。インドラプトル第2世代。クーラサウルス。さあ、コブの効果が消えてさらにきつくなったぞ、向こうは。おっと、1アタック。出血。まあいいでしょう。ほら、さあ最後は、これも因縁対決といった感じかな。インドミナスと T レックス、ジャシックワールド1の最終バトルですね。なかなかなんか、出血でバシってなるのがちょっと面白いな。さあ、最後はマックスアタックで締めましょうかね。多分、モッド対戦だと高確率で勝てますね。さあ、4612っていう。これ、このシーンが面白いな。なんか、出血でバシってひるむのが面白い。さあ、マックスアタックで。お、タフな穴。ちょっと防御は上がるのかな。ほら。よし。やったぜ。さあ、あとホイール。何が当たるかな。お、30キャッシュ。いいですね。という感じで、一応、対戦ね、リクエストをやってまいりました。インドミナス、クーラサウルス、アンキロドーカス。割とアンキロドーカス、人気ありますよね。結構かっこいいっていう風に言われることが多いですね。こいつ。アンキロドーカス。まあなんか、ちょっとね、なんかこう、なんだろう。すごい顔の横にもぶっとい角が生えてるし、なんだろうね、こいつは独特だよね。アンキロドカス、なんか見た目カラーリングも派手だしね。まあそこら辺は好みはね、人によると思うんだけど、まあ僕はまあ僕はそんなそこまで好きではないですけど、別に悪くはないかなと思いますね。はい。ということで、今回はリクエストにお答えしてみました。また何か、こんな感じでバトルしてほしいです、みたいなリクエストがあればね、
遠慮なく送ってください。はい、というわけで今回はこの辺で終了にしたいと思います。